皆さんこんにちは、金子秀樹です。松下です。大津です。今日はですね、サーブのコースはどこかというと、バディサーブについて取り組みたいと思います。サーブ、ボディサーブって試合の中もしくはレッスンの中で打つようにってどうですかね、伝えますかね。あまり積極的に言ってはいないですね。大津コーチはプレーの中でボディサーブっていうのは使いますか。はい、セカンドサーブで特によく多く使ってます。少しですね、ボディサーブっていうのは勇気がいるんですよね。勇気がいって、そして相手の体めがけて打たないので、ちょっと外れると内ごろの球になってしまったりしてしまうので、まあ、そういうのも含めてですね、どういうサーブ、どっちから曲がってくるサーブ、直接狙うのか曲がってくるのか弾ましてくるのかというのも考えながらですね、相手のポジションも見ながら打つこと、まあ、それらをですね含めまして、今回ボディーサーブについて取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。テーマ取り組む前にお知らせです。冬のテニスキャンプの要項が決まりました。日にちは12月24日から次の年の1月4日までです。約2週間のキャンプをバンコクでですね開催されます。もしご興味のある方はぜひですねご参加してバンコクでお会いしましょう。詳しくはですね下の概要欄に貼っておきます。ではですね、バンコクでお待ちしております。はい、ではボディーサーブについて取り組みます。ボディーサーブですね、皆さん試合の中でどうですかね、使えますかね。やはりエースだけを狙いに行くとなかなかボディーサーブって打てないですよね。ワイド、センターに狙ってしまいがち。これをですね、やはり、まあ、サイズによって、この背の高さによって変わってくるんですが、平均的なもし身長の方、ビッグサーブじゃなかったらやはりですね、いろんなコースっていうのはセンター、ティーですね、センター、そしてバディで、ワイドに均等に打てるように、それも入るサーブですね、入るサーブを均等にすることがとても重要になってきます。これがビッグサーブとかだと、例えばワイドを狙いやすかったりするので、またその比率っていうのは変わってくるんですが、僕ぐらいのサイズ、もう少し大きくても、やはり平均的にですね、センター、バディ、ワイドに打てるように入るボールですね、にしないといけないというふうに言われています。そして今回とてもインパクトがあったのが、フェデラー選手対ジョコビッチ選手のウィンブルドン決勝戦ですよね。ジョコビッチ選手がもう意識的なボディにこうサーブを打つ、まあ、確率的には20、ファーストサーブが 24% ぐらいというふうに書いてあったんですけど、セカンドがですね 50% 近くあったんですよね。すごいですね。僕はファーストもっと多いんじゃないかな、なんか 35% 以上ぐらい打ってんじゃないかなっていうポイント取得率だったと思います。すごいこうフェデラー選手が嫌がってミスしてたのをイメージがあるので、もっと多いんじゃないかなと思ったら、ファーストはそこまで多くなかったんですが、まあ、芝のコートなので当然ワイドスライスサーブが多くなりますよね。その次に多かったのがバディのサーブで、意外と少なかったのがフェデラー選手へのセカンドサーブのバックハンドへのですね、セカンドサーブが少なかったというデータが出ています。今日はボディーサーブですね、それぐらい重要なボディーサーブをファーストサーブ、セカンドサーブともに取り組んでいきたいと思います。ここではフォアサイド、僕は左利きなので相手のフォアサイド、この体に入ってくる、まずはこのサーブを打ってみたいと思います。皆さんで言うとバックハンド、ここに入るようなサーブです。続いてセカンドサーブいきます。こちらもバックサイドで相手のバックの方に弾んで体の方に向かうようにします。
今のはスライスがかかってしまいました。本来ですね、左のサーブなんでもっとワイドに切れると思わせないといけないんですけど、僕はスピン系なので、まあ、スライスサーブを打つんですけど、今みたいにバックハンドにこう食い込ませた体に向かってきたスピンサーブをよく使います。前みたいに悩ませてもいいですね。はい、打つ場所ですね。今バックサイドで、もし皆さんが右利きだったらどこら辺だろう。今僕は左なんでここら辺を狙ってました。もうちょいこっちかな。右利きでこう来ないといけないのでここら辺ですかね。でもしフォアサイドで言うならばここら辺に落ちないとダメですね。ここら辺に落ちて前に行った時にこう食い込むようなサーブで、あそこの位置はスライスサーブですね。スピンサーブになると変わります。もし皆さんがセカンドサーブでボディを狙うならばスライスサーブだと同じところでいいですね。スピンサーブ少しこっち側になりますね。内側からフォア回り込んで食い込ませないといけないということですね。なのでここら辺になります。バックサイドだとお少しじゃあまた立ってもらっていいですか。スライスサーブがそうですね、だいたいここら辺になりますね。ここら辺になってもうちょっとこっち側でもいいかもしれないです。でスピンサーブになるとここら辺ですかね。スピンサーブもスピードがあってスピンサーブ打たれるとやはり判断鈍るので、そうですね、こう来てここら辺になりますかね。のボディのサーブを練習しておくといいと思います。そしてスライススピンのサーブで少しこのコースが変わるんで、それらも計算の中に入れておいてください。はい、以上になります。今日はボディサーブについて取り組みました。なかなかですね、勇気いるんですかね、ボディサーブっていうのはセンターワイドに比べると。ですがこれをですね、センターワイドだけではなくよりですね、平均的にボディに打てることによって相手はもっと予測できなくなっていくんですよね。すごい効果的なセンターにつながったりワイドにつながったり、ボディを警戒させることによってワイドセンターの効果も上がってくるんですよね。そのためにもボディサーブっていうのは必要で、かつやはり相手が嫌がるショットですよね。ボディサーブを打つこと、これを平均的に打てるようにですね、やはり練習の時からセンターワイドだけではなくボディに打つ練習もしておいてください。特にセカンドサーブですね、スライスサーブでもスピンサーブでも打てるように練習をしておくことをお勧めします。もしこの動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録、 SNS のシェアもよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。